けたぞ、ウーバー。いや、ヒロタカ。オーケー、ウィッチ、ウィッチサイド。オーケOh, Arabic pop, hip hop, Arabic. Oh, Arabic hip hop. Yes. Oh. Thank you. Thank you. Bye. Bye. You're good driver. You're good driver. Ah, thank you. You too. So, 時間は今まだ10時なので、とりあえず、このイスタンブールのホテル付近を散策しようと思います。朝からモヒートを頼んでしまいました。いただきましょう。アボカドサラダブレッド、うん、これがエレベーターだぜ。アメド三世が建てたファウンテンオブ。手を振ります。イスタンブール地下宮殿、地下宮殿。
ルの今イスタンブールで日本語が話せる人と出会いました。こんにちは。こんにちは。名前はハムザです。ハムザさんはイスタンブール空港から空港までのドライバー。そう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 、向かいの仕事やっています。わーの HS の。そうそうそうびっくりした。でも今じゃないね、昔。あ、昔。そうそう。今は今はなんていうの、日本から本当時間ない、1時に帰るからホテル。お兄さん、え、あなたのホテルはバザールはしてる、アラスタバザール。何それ。ブルーモスクの裏。あ、かな、多分。そう、あっちは、あっちの方はブルーモスクです。そうそうそう。あ、見て、コミは。いや、わかる、私一回行ったらもうチェック、俺でチェック。あ、オッケー。じゃあ場所もここです。ちょっと早いにして。何問屋って、何の問屋？トロコの、普通のトロコのものの問屋さん。あの、売れるのためにじゃない。その後にもし時間があったらね、あの、いとこに紹介したいですね。何これ？カーペット。そうそうそう。カーペットとか、トロコの。ここですね。おう、了解。分かった。彼もお店のビジネスカード。あ、ここのビジネスカード。名刺。了解。分かった。ありがとう。はい。こっち。こっちよね、こっち。私のホテル。そうそうそう。了解。バイバイ。おお、お約束の手口で。ホテルにチェックインしました。イエイ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 イスタンブール。でも結構2泊で4万6000円だったんで、もうちょっといいホテルと思ってたけど、まあこれね、こっからね、あのモスクがバーンって見えるシチュエーションって想像してましたけど、怖いもんです。写真って写真って怖いもんです。こんなもんすよね。もう結構勉強になりましたよ。まあ無事着いたというところで乾杯をしたいと思います。乾杯。チューズ。です。マジックトラベルなんとかというところを紹介してもらったんで、ちょっと相談に行っていきたいと思います。結構混雑しております。今ホテルで2時間ほどお酒を飲んで休憩しましたんで、元気が出ました。元気があれば何でもできる。もうほとんどなんかヨーロッパじゃないですかね。パッと見ヨーロッパ。Haji. Haji. Yeah. Good guy. Then after second day tour, you're going to stay overnight there. Overnight. Mm-hmm. On the 1st of August, it will be your free day in Cappadocia. Oh, free? Yeah. Oh, okay. Mama, ne güzel olaymış be bu.
Nerede bulacağız biz bir Cave Hotel? Cave Hotel Eren Bey'de bulamayız. Design Dolu. Abi hepsi mücadele. Bu da Egyptian Market'tes. 一気にエジプトの雰囲気になりました。めちゃくちゃいいぜ。この感じとかね、めちゃくちゃいいわ。ボスポラス海峡をまたぐゴロタ橋に来てます、アジアとヨーロッパをつなぐとも書いてありました。皆さんここで釣りをしてます。Kartınızı işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.Kart yüklemeniz gerçekleşti. ぼったくられた感がありますが、今夜がまた楽しいと思います。さあどこに行くか分かりません戻ってくるのか、向こう折り返してくるのか分かりませんが、まあ、それはそれで楽しみ。させて、入金をさせてカード作らせてボートに乗せる分だけ払ってあとはもらうと、素晴らしいビジネスモデルです。あるけど牛乳はありません。そしてあるのは謎のソース、もしくはシロップ。どうやって食べるんでしょうか。コーヒーはあります。このね、この謎感がいいですね。謎感がさあどういう風にこれを食べるのか。普通は牛乳で混ぜるでしょう。これで食べるのか。わあ、これはいい。わあ、わあ、ヒット商品出ました。スマッシュヒット出ました。メルハバフロンイスタンブール、トルキー。ローカルビールいただいてます。
まあブルーモスクが見えてちょうどねルーフトップのとこ探してたら発見してしまいました。来ました、ケバブ、定番ケバブをこっち来てね、ちゃんとしたケバブを食べるのは初めてです。いただきましょう。ワンハンドでいきます。これちょっとどうやって食べるか、今グランバザールまで、1キロか2キロぐらいあるということで、ちょっと散歩がたまた行ってきます。ディスカウントカーペットが、ね、結構有名、ね、めっちゃ近いとこで、これもねよく止まってます。結構ね標識見てもね分かりづらいんだよね。これがグランバザールでしょうか。前ねよく日本でもパルコとかでねセールのことをグランバザールって言ってましたけど、これがオリジナルでしょうか。Look very old, antique, automatic. Hi. Automatic somewhere. This is pomegranate cherry rose. Sherbet Turkish. Okay, thank you. Cool. 食べかけになってしまいましたか。これはマジでうまいっす。これはねちょっとしとっとして、中はねもうしとっとしてます。ジュタジュタです。空港といってカッパドキアの空港に向かいます。今日朝3時半ピックアップで、今から7時15分ぐらいちょっと早すぎましたけどね、カッパドキ夢のカッパドキアに向かいたいと思います。はい、定番商品どこにでもあります。うん、特にそんなに味はありませんけど、